皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ヤフーニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースをお届けします。まずは国内ニュースです。安倍二階派の会計責任者立憲へということですね。はい。そして、小泉法務大臣が 二階派を離脱ということですね。はい。離脱しないと公正性が問われますからね。だって調べてる人のトップが、二階派で二階派を調べる、うんってなっちゃいますよね。はい。なので、離脱しました。はい。日本海側大雪の恐れ。備えは今日のうちとのことです。皆さん、備えましょう。はい。次。 えー、国際ニュースです、えー国際あ。中国内陸部での地震ですが、120人以上が死亡とのことです。はい。そして、中国のその地震ですが、台湾の総統が支援を申し出ています。うん。蔡英文総統、なかなかの切れ者ですね。はい。 えー、ローマ教皇が同性カップルの祝福をかとするという発言を行いましたカトリック教会大変革の時ですねはい次経済ニュースです日銀マイナス金利解除いつという記事が出ております、はい、昨日日終了した、えー、日銀の 金融政策決定会合、えー、特に何も変わらずということでした。じゃあ、いつマイナス金利を解除するんだと。いや、ただですね、金利を解除するとですね、物価が上がるんですね。さあ、賃金上げてくださいよってことなんですよ、日銀としては。それまではうちも何も動きませんよっていうことなんですね。はい。まあ、私は上田日銀の、えー、今の政策、 間違っていないと思います。間違っているのは何なのかということですね。はい。経済成長が得られていないから、だから、給料を上げられない。つまり、みんなの頑張りで1、1億、一億、総一丸となって儲けましょう。はい。それが一番いいことだと思います。はい。次、解任のエネアス、エネオス会長、罰を受けると。 言っていますはい、そうですね、泥酔して、一緒に飲んでた女の子に抱きつくという行為をして、CEO を解任されました。罰を受ける、当然です。はい、次、えー、倒産相次ぐ脱毛サロン、契約の注意点、そう、先払いが多いんですよね、本当に、ね、らしいですよね。 皆さんもうチョコザップ行きましょう。チョコザップ。はい、はい。はい。次。えー、IT。ソニーのゲーム情報。ハッカーが公開。とのことです。有識問題ですね。はい。えー、次。愛は勝つ。カンさんの。愛は勝つ。ついにサブスクリプション解禁です。皆さん。彼の歌を聞きましょう。最後に、愛は勝つ。 はい。そうですね。次。一円スマホ消滅へ駆け込む客。<laughs> どっちもどっちだなって感じですね。はい。次。科学。えー、受験で力を抱き出し切る、えー、コツはということで、メンタルの整え方ですね。満点でなくていいという考え方。 大事です,とのことですまの、あ、これよくやることですよね。私も自分の作った作品とか眺めてますよちゃんとあの小説とか。はいはい。そうですね。はい、いいと思います。はい次。眠らぬ熊冬眠にマイナス4度の壁。ということで。 マイナス4度にならないと冬眠しないということなんですね。なので冬眠に入らないクマ、まだまだ動き続ける。人間社会にもやってくる。もうクマのせいじゃないでしょうっていう感じですよね。ここまで来るとね。はい。次。糖質ゼロと糖質オフ。どう違うって。オフはゼロじゃない。ゼロはゼロです。ということですね。はい。 簡単なことですよね。英語の問題です。はい。中学生の英語です。はい。あ、今はもう中、小学生ですかはい。まあい、いいでしょう。次行きましょう。はい。えー、エンタメです。長瀬廉。今年は、もう、ほぼ、かいと。ちょっと意味が変わかりません。すいません。次行きます。紅白、大鳥、鳥は、 4年連続同じとのことです。こういうのもいいですよね。はい。こういうのもいいと思いますよ。はい。えー、松、若松か翼さんでしたよね。はい。1年間寝たきりだったそうです。あの、なんかの病気か、なんか、怪我かなんかで。はい。つらかったみたいですね。はい。頑張ってください、その分、これからね。はい。次、スポーツです。 松井裕樹、パドレス移籍が決定的によかったですね、決まりましたね、はい、次、アジア王者の浦和、マンチェスター・クラブに0対3で完敗ですはい、まあ、しょうがないでしょう次、なでしこ、宮澤ひなたが足、右足首骨折 これ辛いですね。はい。辛いです。はい。はい、今回の配信は以上となります。えー、皆さんはどんな、えー、ニュースに、えー、注目された、されましたでしょうか私はそうですね。今日は特にありません。はい。すべてが重要なニュースであり、そして、 何か一つ特別すべきというものはニュースとしてありませんでした。残念ながらガザの状況が全く、全く発表されておりません。残念です。はい。ということで今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。